どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、就活生相談企画なんですけども、マイクロソフトで働かれているお三方にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイクロソフトの佐藤と申します。マイクロソフトコーポレーションの方で、Azure Active Directory という製品の開発チームのプログラムマネージャーをしてます。よろしくお願いします。音池と言います。今、マイクロソフトで技術営業って形で Azure の訴求をしています。それと同時にですね、留学の支援っていうのも法人でやってて、ぜひ YouTube チャンネルもやってるので、よかったら見てみてください。TC 坂誠といいます。マイクロソフトの本社でですね、クラウド製品マイクロソフト Azure という製品のグローバルマーケティングを担当しております。世界中にですね、たくさんの Azure という製品のブランドマネージャーがですね、各国に散らばってるんですけども、特にその中でも開発者向け、あるいはゲーム向け、それからですね、オープンソースというテクノロジー向けの領域に対するですね、担当しているブランドマネージャーを統括しています。マイクロソフトは13年目になります。よろしくお願いします。お願いします。本題に入る前に、Kさんと石坂さんの方からマイクロソフトのイヤホンをですね、Kさんの会社の方からプレゼントしていただくということで買っていただきました。ありがとうございます。オンライン化が進んだと思うんで、面接であったりとか授業を受けるでもいいんですけれども、使っていただけたらなと思ってます。ということでですね、小倉さんのじゃあ自己紹介をお願いします。はい、津田塾大学3年生の小倉瑞希と申します。私は幼少期から海外とかに興味があったので、学生時代7カ国へ渡航したり、少しアメリカにも留学させていただいたりしてきました。でもやはりガーファムとか聞いちゃうと気が引けてしまうというか、そこにはまだ踏み出せないというかっていうのが現状です。3月から本格的に就活が始まるので頑張ろうと思っている所存です。本日はよろしくお願いします。ということですね、一つ目の相談内容を教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、私はグローバル企業とかにもちろん興味はあるんですが、普通の就活生でもそういう有名なグローバル企業に入れるのかお聞きしたいです。ちなみになんですけど、僕のイメージだと TOEIC とか TOEFL とか満点とかじゃないと入れないんじゃないかって思うんですけど、はい、水木さん TOEIC とかってどれぐらいなんですか。 TOEIC は JAL とか ANA の足切りに合わない程度、まあ、700ちょいとかはあります。マイクロソフト含めてグローバル企業に入れるのかっていうことだと思うんですけど、私が思うにこのグローバル企業にいる人たちも普通の就活生から始まっていると思うので、もちろん入れると思っています。英語力に関しては外資系なので、もちろん社内に入った後に外国人とやり取りをすることとかっていうのはありますので、英語が嫌いだったりとか本当に全く英語が喋れませんってなってしまうと難しいと思うんですけれども、例えば TOEIC が900点あれば十分とか800点あれば十分とかっていう、そういった目安は特になくって、とにかくまあ自分が今英語が喋れますとか、英語を喋って仕事をしていきたいという、まずその意思がすごく大事かなと思ってます。その当時は800点もないぐらいの就活生だったんですけど、ただまあ今ですね、マイクロソフトの本社のチームで外国人のチームメンバーに囲まれて活動することができているので、就職活動当時の TOEIC の点数とかっていうところは一つの目安でしかないので、まあ、しっかり自分が今何やりたいのかとか、英語を本当にこう使ってやっていきたいのかっていうところは、まあ、考えていくといいかもしれないです。あ、じゃあ就活生の時はめちゃくちゃ英語ができたわけでもなくて、はい、TOEIC の点数を私は一切書かずに ES を提出しました。じゃあ超重要視されてないってことですね。そうですね、結局書かなくってそこを突っ込まれたことも一個もないですし、点数を書かなかったからといって落とされるっていうこともなかったので、実はそこまでこう今の自分の実力に皆さんが自信をなくす必要はないのかなっていうのは、うん、はい、個人的には思ったりしますね。英語ができるようになると何がいいかっていうと、その活躍できる場が広がるんですよね。本来できなかったであろう道がこう開けたっていうのが英語の良さっていうのもあるんで、まあ、極めるのはすごくいいことだと思いますね。あってそうはないですね、絶対。自分の知らないことをどんどん日本以外の国のところからも情報収集ができるので、就活が終わった後とかでもそこの向上心っていうのは忘れずにやってほしいなって思います。普通の定義によると思うんですけども、例えば皆さんがおっしゃるような英語力がないといけない、東大京大じゃないといけない、あるいは IT をコード書いてプログラム書いてっていう天才じゃないといけないというのは絶対ないです。で、実は私は新卒でマイクロソフトに入ったわけではないので、なぜかというと私自身がそうだったんですよ。皆さんと同じようにマイクロソフトと聞いた時に本当にもうパソコンオタクしか入れないと思ったんですね。で、あとは英語がやっぱり話せないといけないのかなっていうことで、もう自分の中で勝手に消してました。
候補の中から。で、結局私は最終的に入ったのは日系の大企業というところだったんですね。ただですね、ちょっとお伝えしておきたいのは、数年前に世界中からトップ社員として表彰される人がいるんですけども、その中でですね、デプロイ王子っていう日本人がいたんですよ。これデプ王子ってですね、トイック何点台だと思います？900後半。彼ね、300台なんですよ。だからここからも分かるように、マイクロソフトの中で表彰される人って英語が話せるから表彰されるわけじゃないということですね。なんで本当に必要なのは、より多くの人たちにインパクトをもたらすことができるような課題を見つけて、それをですね、主体性を持って行動して、いろんな人を巻き込んで解決に導いていくっていう風な、そういった人がマイクロソフトは求められているということです。前提として、僕自身がマイクロソフトとアマゾンから内定をいただいた、あとブルームバーグっていう金融会社ですね、外資系の。実際に僕自身そういう外資系にいろいろ受けた中で、正直外資系の中でも結構色があるんですよ。例えばブルームバーグだったら面接全部英語だったんですよ。なので正直本当に英語自信ないと通りづらいかなっていうのはあります。アマゾンは英語の時もたまにあるんですけど、マイクロソフトに関して言えば多分面接で英語力を問われるっていうことはないかなと。ただどこに入るにしても、学生の中である程度実績であったりとか、他よりも秀でてる経験がないとなかなか正直難しいかなっていうのは僕の感覚値です。もちろん部署とかポジションにもよってそれがいるかいらないかっていうのは関わってくるんですけど、情熱を表すにしても価値観を表すにしても、それをバックアップするようなストーリーですね、それがないと情熱では伝わらないじゃないですか。結局本当に好きなんですか、じゃあ何してきたんですかって時、それがなかったら他の学生とほぼ一緒になっちゃうんで、まあ、GAFA みたいな企業に入りたいってなれば2年とか3年ぐらい逆算した上で、こういうインターンシップやった方がいいかなとか、マイクロソフト、アマゾンとかが求めてるような経験を作りに行くっていう言い方の方が正しいかもしれないですけど、やっぱりそこは早い段階からやった方がいいかなと思いますね。お尋ねしたいんですけど、逆にご自身は何をおっしゃってたんですか？僕はそもそも日本の大学出てないんですね。アメリカの大学出たので、まあ、英語はあんまり問題なかったんですよね。でその後僕はブルームバーグでインターンもしてたので、まあ、そこでテックロールのインターンをしたっていうのも一つ大きかった。でもう一つは、学生の時にも実はこれ起業してたんですよ。起業してそこそこ売り上げも上がってたんで、結構その辺が人事の方にも情熱として、僕はこう行動力ありますとかリーダーシップありますって時に、じゃあ例えば何してきたのって言われた時に、あ、もう自分で会社作りましたとか、自分からこうインターンシップ取りに来ましたとか言うと、本当にやってきたんだなっていうのが多分リアルに伝わったんだなっていうのは僕の成功体験としては思ってますね。いやもうこれ普通の就活生入れないっていうように思う。すごすぎ、ハイスペすぎ。石坂さんがこの間お話しいただいたところで、マイクロソフト内で活躍する方の条件として IQ よりも AQ だっていうお話をしていただいたと思うんですが、そのお話ちょっとお聞きしてもいいですか？そうですね、皆さんも知ってるように IQ っていう言葉があるじゃないですか。数学とかいろんなものを解く能力ですよね。そういった力がまあ、あると思うんですけども、私はちょっと独自の考えがあって、今ですね、世の中って何が次起こるか分からない時代になってきてるじゃないですか。で会社に入ったとしても上司が答えが分かんないんですよ、何をやったらいいのか。なぜならば上司が昔培ってきた経験って今全然通用しない分野って多いじゃないですか。なので上司も分からない中でどういった人が必要かなっていうと、結局は自分の中で仮説を持って行動してどん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 アクションを起こせる人っていうことで、私は AQ っていう言葉をちょっと作ってるんですけども、アクションをする人ですね。アクションをするとすぐ分かるじゃないですか、結果が出て、あ、これじゃなかったとか、そして次のところにこう行くんですよね。なんでどん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 ですね、そういった部分的な成功を重なっていっていって、皆さんにより多くのインパクトを残せるようなプロジェクトを推進する人、アクションする人がより活躍する、そして必要とされる時代になってきているというふうに感じています。確かにその行動で言うと誰でもできますもんね。地頭とかスペックとか関係なしにできるっていう点ではすごく勇気づけられるのかなと思いました。僕は AQ っていう意味ではかなりいい例だと思うんですけど、もともとアメリカの大学前に立命館大学っていう関西の大学に行ってたんですけど、付属校からこう上がってきてるんで大学受験してないんですね。なので結構こうコンプレックスもあったんですよ。だからここでどうしたら差をつけられるのかなと思った時に、やっぱりっと英語力とかスキルを身につけたいなっていうので、もう思い切って1年生で辞めてアメリカに飛んだんですよね。そこまで僕地頭がいいわけじゃないんですけど、自分の好きなものとかこれやったら面白いんじゃないかなっていうものにもう常に行動してた結果、マイクロソフトとかそういう企業さんにつながったっていうところなんで、 AQ ここを突き詰めていったら欲しい結果っていうのが見れるんじゃないかなっていうのは僕の経験からも言えるかなと思いますね。
ということで一つ目の質問なんですけども、普通の就活生でも入れるのかっていう普通の定義にもよるんですけども、特に留学経験とか幼少期から英語ができるとかじゃなくても結論入れるって言ったけど、他と違う要素とかちゃんと行動してるかとかっていうところが見られてるし、入社後も見られてるっていうことが分かりました。ありがとうございます。ちなみにですね、下の概要欄からケイさんと石坂さんがプレゼントしていただいたプレゼントの応募フォームがあるので、よかったら就活生の皆さん覗いてみてください。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。やりたいことがわからなくなってしまったのが悩みで、やりたくないことも結構考えましたね。やったこともないことをこれがやりたいって決めるのまあ難しいんですよ。やりたいことって絶対あると思っていまして、考えるべきことっていうのは2つっていうことにもうたどり着きました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。